どうどう。エーデルガルト、どうだい、私の馬の毛並みはあなたの馬よりもいいだろう。ほらこの顔つきも聡明で。育ってきたわね。見たまえエーデルガルト、この血のように赤き大輪を。ああ貴族にはバラこそふさわしい。おや、あなたの育てている白くて小さな花は何だね。フェルディナント、いい加減にして。いちいち小さなことで勝ち誇ったように話しかけてきて信じられないわ。何が不服なんだ。あなたが絶対に嫌だと言ったから紙に書いて配るのはやめたのに。もういいわ、あなたの望み通り決闘してあげる。私が勝ったら二度とこんな絡み方はさせないから、いいわね。おや、決闘を受けてくれるのかい。いいだろう、勝負だ。さて、いつでもかかってきたまえ。覚悟はいいわね。1号で、まさか。あなた相手では手を抜けないから全速力の一撃を叩き込ませてもらったわ。全速力か、参ったな。私の負けだ、完膚なきまでにね。これほど実力差のある相手に決闘を申し込んでいたと。そこまでの差はないと思うけれど、私だってあなたに先に打たせたら負けると思ったからこそ先手を取ったのだし。腕の差の問題ではない、覚悟の差とでも言うのだろうか。私の思い描く決闘は決闘ではない、ただの大遊びだったのだな。何が皇帝に物申すだ。この程度の覚悟しか持たない貴族が。はあ、笑い話だな。フェルディナント、リンハルト、ようやく見つけたわ。こんなところにいたのね。ここは実に興味深いですからね。千年前の遺構が当時の形そのままに残ってる。特に石棺に刻まれたそれぞれの聖人の紋章に大きな特徴があって、何しろ、いやいや、見ればわかるから見てくださいよ。え？ええ、後でね。今は別に話があるの。前に自分の研究の使い道なんて知らないと言っていたわよね。それを考えたの。あなたを長として紋章や遺産の研究をする機関を用意するわ。あなたは好きに研究してくれればいい。その結果をどう使うかは他の者が決める。どうかしらリンハルト、あなたにとっても理想的な環境だと思うのだけれど。はあ、気乗りしないですけど、あなたがそこまで言うのなら受けますよ。ただ本当に気乗りしないから思うように研究が進まなくなっても僕にはどうしようもないですからね。そこは理解してくださいよ、陛下。なぜ気が乗らないのか理由を聞いてもいいかしら。なぜって、僕は自分の好きなこと以外はやりたくないからですよ。機関に所属させられて環境を用意されて、そんな研究が楽しいと思います？それはもはや研究じゃなくてただの労働ですよ。しかも強制的なね。まあでも、あなたが僕のためにいろいろと手を回して準備してたのは分かりますから、その話はやりますよ。あなたのことは嫌いじゃないですしね。とりあえずありがとう。けれどやはり納得してやってもらえないのであれば意味がないと思うわ。この話は保留にさせて、戦争が終わるまでには考える。私はあなたの才覚を評価しているの。だから待っていて。
この手紙を見せて脅すように。さあ頼みましたよ。はっ。ヒューベルト、今の手紙はまさか。おや、貴殿に見つかってしまいましたか。大したものではありませんよ。いや、だがあれはエーデルガルトか。エーデルガルト様が出すなと命じられた手紙です。やはり。なぜ主の命に従わないのだ、ヒューベルト。君は彼女の忠臣ではなかったのか。忠臣ですとも。主のことを真に思っての行動ですが、貴殿も似たようなことを言っていたではありませんか。上の者が間違えた道を正すのは下の者の役目だと。違いますか。だが黙って行うなどありえない。忠言諫言はあくまで面と向かって主に物申すから意味が。意味など変わりません。我が主は忠言を受け入れてくれます。であれば勝手に物事を進めた後で報告すればいいだけではありませんか。いいや、そんなことはない。私は彼女が間違っていると思った時も真摯に話し合い、結果として私の方が間違いだったと分からされることもある。そういった過程もなしに勝手に行動するなど。従者としての器の底が知れますかな。な、まったく、主の意のままに動けば生き方をどうにかしろという、主の意から外れて動けばそれも間違いだという。さすがは貴殿だ。言うことが違いますな。ええ、へりくつを並べ立てるのはもうたくさんだ。君の手腕や従者としての器量をようやく認めてやる気になっていたというのに。カスパルとの先ほどの戦いでは随分と静かでしたな。いないのかと思ったほどでしたよ。時の声も雄たけびも掛け声もなかった。何が言いたいんだよ。いいじゃねえか、お前も前に言ってたろ、大声なんか戦いの邪魔だって。それとも違うのか。単に理由が気になっただけですよ。私の助言は無視された気がしていたのでね。ちょっと前に失敗しちまっただけだ。大声出してな。つい叫んだら待ち伏せてた敵に気づかれて襲われちまったんだ。そん時はなんとかなったけど、運が悪きゃ仲間が死んでた。だから反省してあんま声を出さないようにしようと。反省とは貴殿らしくもない。それに貴殿は大声を出すべきですな。静かにされるとかえって危険極まりない。はあ？前と言ってることが逆じゃねえか。これは認めざるを得ない事実なのですが、貴殿の大声は皆に必要とされています。そうなのか。なんでだ。大声に慣れてしまったと言うべきかもしれませんが、貴殿が声を上げると皆の士気は高まる。戦場が混乱しようと貴殿の指示は届く。特に貴殿が率いる兵たちはもはや貴殿の大声なしでは使い物になりません。使い物にならないってその言い方はねえだろう。おい、それだけ貴殿が皆を奮い立たせているということですよ。そのようなわけで利点と欠点を比較した結果、大声を許容しようかと。どうかしましたか、カスパル殿。よっしゃー、俺完全復活。もう恐れるもんは何もねえな。大声出した方が強えんだもんな。
やっぱ何も考えない方がいいよな、俺は。キューベルトもようやく俺の良さを分かってきたか。調子に乗るとまた待ち伏せに会いますよ。そしたらもっと大声出して突破してやるぜ。うおー、これは薬のつけ方を間違えましたな。バカにつける薬はないとはよく言ったものです。仕方がありません。私がしっかりと手綱を引いてやりますか。ヒューベルト、願いあります。何でしょうか、ペトラ殿。改まって珍しいですな。あなた、私とエーデルガルト様、比較する常です。私ヒューベルト見ていました。他の人ほとんど比較しません。なぜ私いつも比べるですか。比べられる隙違います、私。言われてみるとそんな気もしますが、それも貴殿の優秀さゆえなのでは。帝国の皇帝とブリギットの次期王という似た立場なのも影響しているかと。私納得できる。できません。今の私、軍中の立場、あなたと同じ一将すぎません。エーデルガルト様皇帝、すなわち全軍の長です。私ヒューベルトとも一軍の長、つまり私たち戦友です。戦友ですか。あなた、私見るとき、エーデルガルト様通してのみ見ます。私、ただの私見る望みます。他国の王族、違う、あなたの横立つ戦友の私です。そうですな。貴殿にはとんだ失礼をしました。私にとって貴殿は重要な仲間の一人であるはずなのに、知らず知らずのうちにエーデルガルト様と比べ、その影を追う者としてのみ接していた。帝国とブリギットが争う、そんな未来はもう来ないのだと確信しながらも。やめる。できますか。あなたの中、エーデルガルト様存在大きいですから。わかりません。貴殿を見るとどうしても我が主を思い出してしまう。苦難に満ちた老いたちも、諦めを知らないひたむきさも、並外れた優秀さも、私には比べないと誓うことはとてもできそうにありませんよ。わかりました。今いいです。しかし私諦めません。いつかたとえ比べるしても、私かつ実現してみせます。貴殿が勝つというのも面白いかもしれませんな。我が主の悔しがる顔が目に浮かぶようです。そして彼女より私選び、ついてくるもらいます。ベルナデッタ。恐れなくなるようにと私と行動を共にする努力は買うわ。買うけれど。やっぱりベルナって邪魔だって言うんですよね。そうです、私邪魔者ですから。もうダメなんです。ベルナデッタ。はい。それよ、ベルナデッタ、人の話を聞かないわよね、あなた。それでは努力も水泡に帰してしまう。人の話は最後まで聞くようにして。
聞いている？はい。なぜ何も言わないの？話は最後まで聞くようにと。ああ、もう話はおしまいですか？ええ、そうよ。じゃあもう叫んでも大丈夫ですかね？ええ、なるべくならうるさくはしないで。はい、それじゃあ小さめに叫びますね。あれ、なんで私騒いでたんでしたっけ？叫ぶ必要もなくなりましたね。なんか得した気分だな。あなたに悪気がないのはわかる。わかっているのだけれど。嫌な予感がします。私部屋に戻りますね。待ちなさい、話は終わっていなかったわ。だから。そんなご無体な。あれから私ひそやかエーデルガルト様見ていますでした。気づいていますですよね。あなたもヒューベルトも。ええ、さすがにあれだけ付きまとわれれば気づくわ。ヒューベルトが消しますかなんて言い出したから慌てて止めたわよ。私感謝します。あなたから私学ぼうとしました。一本の矢、一羽の鳥射止める。私満足するでした。修練した結果です。一本の矢、二羽の鳥射止められます。え、そこに釣ってある二羽の騎士はまさか。一本の矢仕留めました。すごいわね。あの、今更かもしれないけれど、私が伝えようとしたのは冗談です。冗談？いえ、一本の矢仕留めた本当です。しかし刻んだ言葉分かっています。どういう。あなた言葉通りの人です。尊敬するなります。皇帝として、指揮官として、戦士として、そして仲間として、全てこなします。あなた帝国の全て背負います。もちろんブリギット関わることも。私負けません。ブリギットの全て背負います。そしていつかあなたと私向かい合う、立つ、握手です。そうね、今のあなたには気遣いはいらないわね。あなたは私と同じ追って立つもの。それを認めざるを得ない。嬉しい言葉です。それに2羽の鳥、焦るあなた見られました。あれは卑怯よね。どう考えたっておかしいもの。ペトラがわざわざ鳥まで用意して冗談を言うだなんて私日々進歩します。あなたもそうですよね。
先生、再会してす、でも本当に頭が下がるわ。ええ、王国帝国この同盟リーガ外今まで今節貴殿に頼みがあります。あるんですが、また来てくれ。お、いらっしゃい。また来てくれ。いらっしゃいませ。またどうぞ。いらっしゃいませ。またどうぞ。先生。
どのくらい嬉しく？君、今までくじく、俺も協力し。なんだ、私もともとあんたがいる。ねえ、うん、私いけます。ずっと変それに、うん、球場の量私、団長に。先生。先生。この前の戦い、助かったよ。あんたがいると楽だ。私の方が助かっているぞ。全部あんた任せでいいからな。戦場に立つ身としてどうなんだそれは、とも思うが、あんたの判断に間違いはないと不思議と信じられる。わからん。心当たりがないわけじゃないが、いや、気のせいだな。それに最近はあんただって私が迷いなく従う前提で指示しているだろう。この状況でそれを言うかみたいな無茶な指示を平気でしてくるからな。謝る必要はない。頼られるのは嬉しいさ。しかし私の見立て通りだったな。あんたは今じゃ皇帝直属軍の指揮官として最も重要な軍を預かる身だ。士官学校で生徒たち相手に教師をやっていた日々が懐かしい。そのせいで今もあんたは皆から先生呼びだからな。一体どこに指揮官のことを先生と呼ぶ軍があるんだか。悪い、少し壺に入った。いや、あんたといると退屈しないでいい。戦争に負けてフォドラに取り残されたが、あんたと出会えただけで釣りが来る。おや、なんだその顔。言っていなかったか、
私は10年前に帝国軍に敗れたダグザの傭兵だ。傭兵にとっちゃ敵も味方もない。今はこうしてあんたらに雇われる身さ。変わらず頼ってくれよ。いいな。何かか、いつも何かはある。私の中に確かに焦燥の気持ちがあるのだ。エーデルガルトが次々と自責を残していくのを見てだ。5年前彼女は皇帝となり、我が父を含め腐敗する帝国貴族どもを一掃した。私がやらねばならぬと思っていたことを彼女に目の前で成し遂げられたのだ。そして私は彼女の配下の一人に甘んじ、フォドラ統一のため戦う日々を送っている。エーデルガルトと私の差は歴然であろう。彼女は前を進んでいる。ただひたすらに進んでいる。一方で私はずっと同じところにいる。這い上がれずにもがいている。だといいが、現実は違う。思えば士官学校にいた頃から私は彼女を上回ったことがなかった。好敵手などと名乗っていたが、実のところ相手にもされていなかった。私は貴族の先頭に立つ者として何より結果を残さねばならん。どれほどの努力をしようと過程は意味をなさない。結果が全て。そして結果のない私はずっと同じところにいるのだ。あなたにそう言ってもらえるのは心強い。だが私自身が納得できない。こればかりは自分で乗り越えなければいけない壁なのだと分かっている。それでも一つ願っていいだろうか。先生にはずっと私を見ていてほしい。私がなすことの見届け人として我が後ろに立っていてほしいのだ。バッチリ。ああ、そう、ここはちょっと。あれか、だから私は貴族を。なん、私、元々あんたがいる。
しょ。ララララララ、あら、もうそあなたみたい。生きて、ついに私も団長に。はい、エーデルガルト当初、しかし戦います。多少アタック王国に。どうだ、何かようか。また来てくれ。学ぶべきこと。いいですか。いいだろう、それを売れよ。あら、あれは。ちょっとあなた、ダメですよ。嫌がってるじゃない。はあ、俺たちは商売の話をしてるんだよ、商売の。あら、そうだったんですか。嫌だ、私ったらてっきり。あの、もしよろしければ、どんな商売なのか私に聞かせてもらえませんか。これでも物を見る目は確かだってよく言われるんですから。ふっ、俺がこいつから剣を買うだけだ。あんたの出る幕はねえぜ。いくらでもいい値で買うっつってんだから、あとはこいつがうなずくだけでいいんだよ。まあ、いくらでもだなんて。甘いお菓子もお化粧道具も買い放題ね。だけどそれでも売りたくないなんて、きっと何か理由があるんじゃありません。例えば誰かの形見とか、思い出の品だとか。はあ、うるせえよ。てめえ、痛い目に遭いてえのか。そこまでだ。女性に手を挙げようとは紳士の風上にも置けんな。あら、フェルディナント。ねえ、あなたはどう思う。何の話かね。とにかく私の背に隠れたまえ。なんだってね、やろってのか。おっと、それ以上近づかない方がいい。私の剣の錆にはなりたくないだろう。さあ、おとなしくここから立ち去れ。今すぐにだ。ち、覚えてろよ。ありがとうございます。おかげで助かりました。さて、これで一件落着だな。
怪我はないかね、メルセデス。怪我？ええ、大丈夫よ。話をしていただけだし。無事でよかった。いや、礼には及ばないぞ。貴族として当然のことをしたまでだからな。